はい、準備中の松岡さん、今日も元気に出発します。じゃあ2日目もスタートします。あ、今入れましたよ。た朝出発しますって。あ、ありがとう。はい。電波入らんな。腹のせいだ。は？腹が邪魔し、腹が電波邪魔。腹で。じゃあ小林さんお願いします。麻生さん前行ってください。前。はい。はい、で、三沢さん、あつささんの後に、はい、昨日は暑い暑いって言ってたけど、今日はね、すごい。早く太陽は浮かれます。何度だか、14ぐらいですか。ああ、上がりますよね。いいですよ、サルぐらい。あ、そうね。綺麗に見えますね。あの、南岳。いや、今手前のところ、ちょっと俺あるじゃん。はい、あれが東鎌です。あ、それ行く。はい、はずで。あったけど。あったけど。あったけど。で、今ここからは見えない北の文座を通って小路さんたちは。上がってこられます。はい、東鎌で、北鎌、こっち手前に走っております。あれか、ちょっと、そうそう。あの、両方をずっと歩いてるんですか？あ、です。あの、あれ向こうが、あの、奥方の方ですから、今高い。あ、そうか。あの、ちょっと、少し平らくなってるのが奥方なんだよね。じゃああれが前、他の、あの、トゥイさんみたいな。あ、で、あそこが多分あの、この、あの、カールだよね。あ、そうそうそう。ね、カールの道具だよね。丸見えだからすごいよね、このルートが。全部見えるの。剣から始まって、カラカンカラって。いや、いいとこですね、ここは。すごいな、マジで撮ったのかな。
5.6 か。そうだ。歩きに集中してくださいね。お願いします。はい。足元注意だそうです。歩きに集中だそうです。結局やっぱこっちの方が上がるんですよ、ね、これあの左側のちょっと道がついてるんで、トラバースみたいな。まあ後ろ待たずにいいと思いますよ。はい。あのハンガーですか。あれ乾燥室がありましたが、あれを使う人はハンガーを貸しますので行ってくださいって。はい。で多分返そうとしてられたと。うん。ああなるほど。でそこが一番どん底だね。あここどん底降りて再開しまう。今度は上りですね。はい、よくこの前の YouTube なんかで言うと、まあ、あそこら辺歩いてる時から、うん、なんか、うん、出てました。ちょうどあれが、うん、やっぱここも、ね。うん、もう3キロ歩いた。あっという間だね。会長じゃない。過ぎるね。10時半からですけどね。10時半に着くようにお願いします。食えんわ。まだ朝飯たっぷりのから。はい、はい、オッケー。はい、一人で入ってます。二人とも落ちてこんでよ。
何頑張れ。これも滑ったら滑ったらアウトですね。ポカリスエットが滑っ落ちてますけど、金魚かい。取ったろ。うん、取った。あの強引に見えなんかあれ上がっとるもんが。いや。でも肉眼では見えますよ。ちょっとあのピョコってなっとる。手前にピコピコと。ピョコピョコとなってますが。ピコですよ。なんかわからんけど。あの左側に先っぽの左側にピョコピョコと3つぐらい見えますけど。どうですか？肩が痛い。なんかこう、振り向いたりとかしてて、うん、よいしょ。これも険しいですな。オッケーですよ。頑張れ。
そういうとこなんだろう。ですよ。ああ、さつ。頑張れ。よいしょ。ああ、やご厳しいですね。いや、そこどこ登るんです。あれ登るんですか。ああ、ジグザグじゃないかな。あ、家がこうか、うん、こうか、あ、わかりました。いや、ちょっと乗ってみたいですよ、なんとかっこいい。ええ、あの山小屋とまた違う、これは違うみたいね。なんかな、うん、はい、これが分岐です。あ、女の子、お疲れ様です疲れやだよ、一人なんて寂しい。ここ来まして、ここを来たんですね。だよ、だいぶ歩いた。歩きましたね。うん、もう今4キロぐらいですか。5キロ弱ですね。うん、ああ、でもちょうだい。少しだけ。ありがとう。また歩かなくて。はい、大丈夫です。だいぶ来たね。あ、見えました。Come on.